い、どうも日本代表ジャパンです。お願いします。はい、ということでですね、本日はウイレ2022非搭載になります J リーグの選手をねご紹介していきたいと思います。2020に備えて獲得しておくべき現在獲得できる選手16名、そしてですね搭載が不安視される選手プラスアルファでご紹介していきたいと思います。では早速いきましょう。まずは中村選手ですね。札幌からホンダ FC の方へ移籍されましたので、ホンダ FC はね搭載されないので、ここら辺は非搭載の選手になっていきます。続きましてチャンヒョン選手ですね。チャンヒョン選手ですけれども、 FC 東京の方からアルヒラルへ移籍されました。アルヒラル自体はですね ACL 組で搭載されるんですけれども、ご覧の通り ACL と通常の選手は2パターンでね異なる選手として搭載されておりますので、 J リーグのチャンヒョン選手は非搭載ということになります。続きまして横浜 F マリノスの原田選手ですけれども、 J3 のねクラブの方へ移籍されますので、こちらも非搭載の選手となっていきます。続きまして椿選手ですね。椿選手も同様で J3 に移籍されましたので、ここら辺も非搭載かなと思います。続きましてハファエウ・ドゥマス選手ですね。湘南の方に、在籍されておりましたけども、契約解除ということで非搭載の可能性ですね。現在他のクラブへ移籍するという話は出ていないので、今のところは非搭載かなという形になっております。続きまして湘南の方から鈴木選手ですね。こちらも J3 の、クラブの方に移籍されましたので非搭載となっていきます。続きまして那須川選手ですね。松本ですけども、こちらも J3 の、方へ移籍されましたので非搭載ということになっていきます。続きまして榎本選手ですね。榎本選手も同様で J3 に移籍されましたので非搭載になっていきます。続きまして高橋選手ですけれども、清水から J3 へ移籍されましたので、こちらも非搭載ということになっていきます。大垣選手も同様ですね。続きましてキムスンギュ選手ですけれども、キムスンギュに関しては神戸の方から K リーグにね復帰されたということで、 K リーグのチームは ACL 組のみの搭載となりますので、こちらも非搭載になっていきます。続きまして広島のベサルト・ベリーシャ選手ですね。こちらの選手は対談ということになっておりますので、もしかしたらね、移籍が決定して搭載される可能性はありますけども、今のところね、非搭載ということになっていきます。続きましてニノ・ガルビッチ選手ですね。トスの方からディナモ・ミンスクへ移籍されましたけども、このディナモ・ミンスクは、非搭載のクラブとなりますので、こちらも非搭載選手になっていきます。続きまして、同じくトスからカルロ・ブルチッチ選手ですね。ブルチッチ選手も、契約解除ということになっておりますので非搭載かなと思います。続きまして伊藤選手ですね。伊藤選手も鳥栖の方から契約解除というような形ですので、こちらもね、非搭載かなということになってきます。ラストですね、大分トリニータの方から J3 移籍されました吉平選手ですけれども、こちらも J3 のねチームになっていきますので非搭載になっていきます。続きまして非搭載の可能性がある選手をねご紹介させていただきたいと思いますけども、まずはガンバ大阪の方からマンチェスターシティへね移籍されましたメッシの選手ですね。メッシの選手はねスコットランドのハーツの移籍の噂がありますけども、一応このハーツはですね搭載クラブなんですが、まあこれね微妙なところで、今のところねシティの選手として登録されているかなと思いますけども、シティの選手として搭載されるっていうのはちょっと考えにくいので、非搭載になってくるかなと思います。ただですね、移籍が決定したりしてハーツとかにね移籍されるのであれば、アプデで、新たに搭載される可能性ありますけども、今のところはね、非搭載の可能性があるかなと思っております。続きまして阿部選手ですね。阿部選手は鹿島アントラーズの方からバルセロナ B へ移籍されましたけども、このバルサ B はね、非搭載のクラブとなってくるので、阿部選手もね非搭載かなというのは考えられますが、一応ねコパアメリカ日本代表に選出されておりますので、こちらのねコパのメンバーがどうなるのかっていうところもまだまだ使えるようなことがありまして、この ACL 版ですね、 ACL に出場しておりますので、2020の ACL 組の鹿島アントラーズ ACL 版では搭載確定ということになっておりますので、2020になってもね使ってみたいという方はぜひねこの ACL 版を取ってみていただく必要があるかなと思っております。続きまして久保ですね。久保建英選手ですけれども、 FC 東京からレアルマドリード、そしてマジョルカの方へ移籍されましたけれども、このマジョルカ自体は、スペインリーグラリーガの一部なので、搭載されますが、ただ9月の発売当初に間に合うかどうかというような形になってきます。もちろんですねマジョルカ移籍が決定しましたので、発売後のアプデで搭載されるかなとは思いますけども、アプデで搭載されると少しね育成がかなりきつくなるかなというところで、残るはコパのメンバーがどうなるのかというところにはなってくると思いますが、久保選手が搭載されるとしたら、まずはマジョルカ移籍が間に合う場合、そしてコパアメリカ日本代表のメンバーが搭載される場合、まあラストは少しね可能性がかなり薄いですけども、レアルの選手として搭載される場合、この3つが考えられるかなと思っております。
はい、ということでラストはですね、フェルナンド・トーレス選手ですね。トーレスですけども、トスから現役引退が発表されましたが、8月23日に現役を引退されました。この8月23日はですね、移籍期間が終了した後なんですよね。ですので、この夏の移籍が反映されますが、移籍期間終了後の引退だったので、もしかしたら搭載される可能性もありますので、まあね、フェルナンド・トーレス選手2019のうちに獲得しておいて、2020で使ってみるというか、そういった形もねできると思いますので、ぜひね今のうちに獲得してみてください。ということで本日はですね、2020になっての J リーグの選手、非搭載の選手紹介していきましたけども、いかがでしたでしょうか。もしねこの選手忘れてるよっていうことがあればね、コメント欄で教えていただきたいと思います。ということで最後にチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画もぜひご覧ください。では